ねえねえ、ずんだもん。仕事を含めた人生の舵取りで揺らいだときはどうしていったらいいのかな。その点についてローソンさんの当たり目を噛みつつ、ふぬしが資料を用意してくれていて、やや確信に近いところの揺らぎになることから、少し落ち着いているときにそこについて考えた場合、自分にどんな影響があるのか、相対的な視点でゆるく検討しておくことがおすすめなのだ。リスクマネジメント的にも事前検討は大事だものね。よくあるメジャーな内容で言うと、ちょっとした技なんだけど、このところ揺らぎが多いと思った時は少し前を遡るととても良いと思うのだ。そうなんだ。これは応用行動分析のようなもので、今の状況に至る過程を振り返ることでポイントを把握しつつ、現在や今後を良くするためのヒントを探してみるやり方なのだ。現在の状況が悪い場合に全面的に改善するのではなくて、よくできたところまではそのまま良い点として再評価して未来につなげていきたいのだ。それは理にかなっているわね。そこでもう一度勤労者におけるストレス評価表の少しマニアックなところも検討してみようと思うのだ。前回は大きなストレスについて検討をしてきたところだけど、実は関連項目として連鎖していきそうな点数の低いストレスもあって、結局いくつも連鎖してしまうと大きなストレスに匹敵、それ以上になることもあるのだ。例えば人手が足りていなければ42点だけど、増えたら増えたでその人に慣れたり仕事を教えることも発生するから32点とそれなりのストレスで、入れ替わり前後はなんと74点に近いほどのストレス状態とも考えられるのだ。ちょっと待って、便利なツールが導入されて仕事がはかどるようになってのめり込んでいった場合は43点以上の評価になってしまうの。点数はさておいたとしても職場環境の変化ということだから、そんなに簡単な話にはならないと思うのだ。自分や同僚の評価が気になる、そういう話もよくある相談だけど、昇進や昇給も負荷がかかるということを如実に表しているのだ。基本的生活習慣も大事だというお話もよく聞くけれども、睡眠、食習慣の変化なども足し算になる状態だと80点を超えることにもなり、長期休暇が取れたのにレクをしている余裕もない、どう評価するのか、結構やばいでしょとなるよね。だから評価値的に低いストレスであっても紐づいてしまって揺らぎに影響を与えてしまうから軽視は禁物なのだ。大変さはよくわかったから何かプラスの側面も聞いてみたいな。さすがメタン、そこが超絶重要ポイントなのだ。最初の資料に戻ってもう一度その点を考えてみよう。このスライドをベースに考えていってみると、実はいいところだらけなのだ。お仕事をよく頑張っていたり、愛犬を大切にしてきたとも言えるわけで、辛かったり悩んでいたとしても素晴らしいことをしてきたという明確な背景として再評価できるので、揺らいだ時ほど少し前を振り返ることを全力でおすすめしたいのだ。自己肯定感を高めるというのもこういう地道なところから始まっているような気がするわね。私も悩んだりしたら少し前を振り返ろうと。ここで久しぶりにウプオさんからのつぶやきが届いているのだ。それではメタン、お願いします。疲
れた時は優しくされたいものだよな。頑張ったんだもの。さすが右京さん、心に何一つ残らない名言中の名言なのだ。私これを見て思ったんだけど、世の中言っていいことと悪いことがあるけれども、どうでもよいというジャンルの存在もこの言葉で気づかされたわ。そろそろ寝雪が降る頃なので、足元お気をつけくださいませ。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。